横瀬朝日です、いつ上げた動画か忘れたんだけど、このチャンネル音楽と音楽以外にも文学でも発展させたいみたいなことをうっかり口走っちゃったので、今日は読んだ本の紹介です。こちらですね。新潮社から白川水戸さんの一筋の光をたどれっていう作品なんですけど、まずこれを買った理由は、表紙のイラストに惹かれて買いました。いわゆるジャケ買いですね。このイラスト、カオミンさんっていうイラストレーターの方が描いてて、カオミンさんかな、ちょっとアクセントがどこかわかんないんだけど、その人の作品集も持ってて、そう、この人のイラストが好きで、ちょっと買って読んでみました。で、作者の白川水戸さん、ちょっとこの人も紹介しようかなと思ったんだけど、でネットで検索したんですけど、年齢どころか性別も公表してないみたいで、ただ一つ有力な情報としては、2009年にメフィスト賞を受賞してデビューしてるんですね。で、2009年がデビューだということで、15年前だから、もう結構年、デビューのした年にもよるけど、結構ベテランというか、年いってんじゃないかな。で、メフィスト賞を取った作品をちょっと話を広げるために他に紹介するんですけど、全てが F になる The Perfect Insider っていう森博さんの小説なんですけど、これアニメ化もしましたよね。で、そのアニメ、僕がギター始めてすぐの頃、そのアニメを一気見しながら、全てが F になるを見ながら F コードの練習をするっていう、ちょっとしょうもないことをやったことがあるんですけど、で、次にメフィスト賞受賞作品の関連で、浦賀和弘さんの記憶の果てっていう作品を、これ帯に追悼って書いてるあたりでわかると思うんですけど、この方もう亡くなっちゃってるんですよね。4年前かな。4年前に、脳出血かなんかで急死しちゃったんですよね。まだ全然、作家としては若い方だと思うんですけど、40歳ぐらいだったかな。作家としては若い方だと思うんですけど、僕が読書を始めたきっかけって、この人の、別の作品ですけど、この人の小説を読んでからなんですね。そこから読書にハマったと。で、僕のチャンネルの名前かつ、チャンネル名かつバンド名っていうのは、この人の、別の作品ですけど、この人の小説の作中漫画のタイトルから盗みました。で、話を戻してこれの中身に行くんですけど、ここから多少ネタバレするかな。もう普通に王道の青春小説ですね。この女の子2人がいて、で、男の子1人がメインキャラとして3人出てくる。で、もう一個紹介して、これに近いかな。湊かなえさんのブロードキャストに近いかな。これあれだよね。
あのなんか放送部員がみんなでラジオドラマ作るみたいなお話ですよね。でこっちは何をするかっていうと書いてある、 ゲートボールなんですよ。そう、高校生がゲートボールをするっていう。もうこの金髪と長髪ロングの美人でゲートボールっていうのがちょっと想像つかないんだけど、これよく見てみたらちゃんとスティック持ってるんですよね。スティックって言っていいのかな、ゲートボールの球弾くやつをちゃんと持ってるんですよね。でまあ王道ではあるけども、あのゲートボールっていう小道具、高校生がゲートボールをやるっていう、まあちょっと変わったあの題材があることでまあ面白くなってるのかなと。あとまあキャラクター各々のキャラクターが個性的で、でかつその3人個性的な3人がどうしてそうなっちゃったのかなみたいなことに触れてるところも面白いかなって思うんですけど、まあよくいるじゃないですか、あのもともと根はいい人なのに周りの人たちに追いやられたり、周りの環境に押されてあのちょっと変な人になっちゃったとか、あのちょっと悪い人になっちゃったみたいな人っていると思うんですよね。そういう人たちのお話なんですよね。で、あと何話そうとしたんだっけ、ちょっと待ってね。そうだから、まあ普通の王道の青春小説です。ちゃんと、うん、恋愛とかもあるし人間関係とかも、まあいざこざとかもあるんで、でもやっぱり創作においてまあやっぱり王道っていうのは大事だなと。あのアニメとかでよくあるじゃないですか、あのまたナロー系の異世界転生ものかよって思うことってあると思うじゃないですか。でもそういうのって売れるじゃないですか。まあその創作する上でまあ売れるとか有名になるとかいう話だとやっぱり王道を選んだ方がいいのかなと。ある程度有名になってから前衛的なことをするとまあ褒めてくれる人もいますけどね。ただ何も知らない無名の状態で前衛的なことをしても誰も見てくれないし、まあ見てもらったところで評価もされないと。そういうお話で、まあまたなんか面白い本があったら紹介しようかな。多分書評はこれが最初で最後になるかもしれないけど、まあまた何か面白い本見つかったら紹介します。